台風やべえから午後の授業はなしになった。気ぃつけて帰れ。すげえ雨じゃん。駅前にゲーセンあったな。あれ新入生だ。あ誰？え、ほらボクシング勧誘した。ああ、奇遇じゃん。何、一人？はい。わかった、雨宿りだ。まあそうっすね。失礼します。え、写真撮ろう。写真、うん、いい感じ、送っとこう。よし。ねえ、はい、ごめん、なんだっけ。ああ、船木です。船木だ。船木くんはさ、ボクシング世界チャンピオンなの。え、いや、先生が言ってたから。それに堀口さんを KO してたでしょ。ああ、いや、別に違うっすよ。え、そうなの。はい、公式戦なんて全然出てねえし、出てるやつも負けてるんだよ。でもめちゃくちゃ強いよね。いや、どうすかね。あれ、バカ子じゃん。はい。あ、何、ゲーセンデート、青春だね。何お前ら。こいつらセントラル学園だ。セントラル、うん、めちゃくちゃ金持ちの高校、親が政治家とか社長とか。おお、よく知ってんじゃん。まあさすがにバカでも知ってるが。あ、でお坊ちゃんが何だよ。あ、別にお前に言おうなんてねえよ。なあ、俺たちと遊ぼうぜ。え、バカじゃ知らねえ、いいこと教えてやるよ。いや、いい、別にいいから来いよ。ちょっと嫌がってんだろうが。そんなんだからモテねえんだよ。は？何お前。あ？何がだよ。ねえ、もう行こう。ああ、やっぱバカ子の女はダメだな。しょうがねえか、親がバカなんだもんな。は？お母さんをバカにすんな。てめえ、誰に手出してんだよ。船木くん。は？どけよ、陰キャに用なんてねえんだよ。なあ、もうその辺でいいじゃん。どっか行けよ。殺すぞ。船木か、ダメ。あ、こいつら親が金持ちだから、褒めるといろいろ面倒だよ。どうした、殴ってみろよ。バカ子の分際で。お前の親兄弟社会的に抹殺してやろうか。てめえの喧嘩に親なんて出してくんじゃねえよ。俺の親消すって。やってみろよ。もう親も兄弟もいねえけど。てめえ。後悔すんぞ。ダッセーな。船木くん。ああ、大丈夫ですか。うん。船木くんは。いや、俺は別に。そっか。ありがとう。助けてくれて。いや、じゃあ俺帰ります。うん。また学校で。船木くん、ミサト知らない？ミサト？ほら、ボクシングの。いや、知らないですけど。何ですか？行方不明なの。昨日から家に帰ってないって。え？昨日一緒にゲーセンいたでしょ。ミサトから写真送られてきてさ。ああ。はい、だからなんか知ってるかなと思って。どっか行くとか言ってなかった？いや、まあ非通知。はい、女返してほしかったら今日の夜送った住所に来い。あ、誰お前。警察にチクったら女殺すぞ。何、誰？この住所に来いって。ここって知ってんすか？ここ地下闘技場だ。